はじめまして。本日はこれを使ってみました。まずは玉ねぎ、真っ二つに切断してから皮を剥ぎ取ります。頭とお尻を落としたら大雑把にカットしておきます。次はニンニク、一玉分せっせと分解していきます。こちらも硬い部分を切り落としてから皮を剥ぎ取っていきます。あとはすべてスライスに。芯が気になる場合は取り除いてから切り進めましょう。今日はちょっと面倒くさかったのでそのまま行ってみました。半額になっていたサーロイン 300g、 まずはドリップを取り除きながら常温に戻して火入れしやすくしておきます。鍋を火にかけて加熱、油を軽く注ぎ込んで鍋に慣らしていきましょう。そこへ玉ねぎを投入、ひとつまみの塩を加えてちゃっちゃかちゃっちゃか炒めていきます。最後に熱々の鉄板の上に乗っける予定なので、ここではなんとなく炒めておけば問題ないのではないかと睨んでおります。気が済むまで炒めたらもやしを一袋投入、塩の浸透圧という謎の化学の力を利用してざっくりと炒めていきましょう。なんとなく炒め終えたら火を止めてフライパンと交代。そこへスライスしておいたニンニク、さらにオリーブオイルをたっぷりと注ぎ込みます。もはやついているんだかついていないんだかよくわからない程度の火力でじっくりと加熱。火力が強いと割とすぐに丸焦げになってしまうので、首を長くして傍らでおとなしく待機しておきましょう。時折動かしてまだらになってしまわないように気をつけます。今回は10分間程度じっくりと時間をかけて加熱。頑張った甲斐もなくまだらになってしまいました。気が済んだら火を止めてキッチンペーパーなどの上に取り出しておきます。疲れた。そういえば常温に戻しておいたサーロインをバットの上に並べて塩を振りかけようかと思ったのですが、思いのほか状態が悪かったので急遽サイコロステーキに変更しました。深く考えずに食べやすそうな大きさに切り出していきます。まな板の上に広げて塩をまんべんなく振りかけます。ひっくり返して反対側にも同様に。ニンニクの香りを移した油でお肉を炒めていきます。あまり動かさないように加熱して底面に美味しそうな焼き色をまとわせていきましょう。気が済んだらひっくり返します。美味しそうな焼き色は全くついていませんでした。気を取り直してバターを投入。
お肉にバターの香りをまとわせます。さらにお酒をちょろっと加えて華やかな香りをプラス。最後は鉄板と交代。熱々になったところへ玉ねぎともやしを敷き詰めていきます。そしてその上へお肉、油もついでにかけておきました。ジャック・ダニエルのバーベキューソース、果たしてどんな味わいなのでしょうか。躊躇なくたっぷりとかけてみます。そういえば作っておいたニンニクチップをその上へ並べていきます。ブラックペッパーで食欲をかきたてたら完成。こんなもんでしょうか。ジャック・ダニエルのバーベキューソースが売っていました。気がついたら半額のサーロインとともに買って帰ってきていました。甘酸っぱいです。白いご飯が欲しい。今日は頑張ったのでハイボールのご褒美。